はい、いつもありがとうございます。9ヶ所にナビゲータのうまぐりーです。はい。えー、っと、誕生日のメッセージと本当にいろいろありがとうございました。<laughs> ちょっと少しね、動画の感覚も空いてるんですが、えー、っと、Yahoo でやってるブログと、えー、っと、Facebook は一応毎日更新してますので、あ,あの、近況とはね、そちらで見ていただければなと思うんですが、どこあ気づいたことを、えー、っと日々書き留めてますんで、はい、ご覧いただければ嬉しいんですが、えー、っと、問い合わせもらってます。47都道府県。 えっと、シアザウェルスツアーですよね。どうやったら申し込みができるんですか申し訳ありません。僕がですね、申し込みページをまだ作ってなくて、えっと、今日ですね、えっと、1日かけて、えっと、作りますので、えっと、今しばらくお待ちください。で、あの、各地でですね、えっと、事務局を立候補いただいている方たちが、あの、何名かいるんですが、本当にありがとうございます。もうすでに、えっと、会場の視察だったりね、 のあの二次会のお店まで手紙いただいてたりだとかあの本当に嬉しいんですけどえー、まあ、全くね動いてない地域の方が多いですからちょっと僕もあの今日から気合でやっていきたいなと思ってますもう約1ヶ月後ですよね <laughs> 毎回本当にね予告は早かったんだけどねあのそこからの動き出しが遅いっていうねちょっとあの今年のちょっと課題にしたいなと思ってんですがはいで。 えっと何から話そうかな、えー、っと昨日はですね、あのうちの、まあ、ブログにも書いてえたんですけど、あの一つ僕の、ね、やってられる会社の役員になってくれている同級生がいて、まあ、大学の時にに、ね、たまたま一緒で、ね、住んでるところが一緒で、で大学は違うんだけどで僕が二十歳で、ね、会社ごっこを始める前に一番初めに作ったのっていうのは実はサッカーのクラブチームなんですよね。 でちなみに僕はサッカーのプロ選手になりたかったんだけど J リーグができたのは大学の時なんでね <laughs> まあサッカー大好きだったけど、まあ、その夢は諦めざるを得なくてでも体育会系のね、えー、っと大学のサッカーチームがちょっと結構ひどくてあのそれに憤りを感じて、まあ、クラブチームを作ってでその時にね早くから賛同してくれてですねもうずっとそのチームを 僕と一緒にね盛り上げてくれたりだとかあとまあそれが展示で学生サークル <laughs> 大学生だからさよくありがちなクラブとかねあのディスコとか貸し切きてパーキング売ってみたいな <laughs> 学生サークル作ったんだけどさらに学生サークルそしてねまあそれがまあ会社ごっこにつながっていくんだけどそのずっと一連のねプロセスを本当にそのナンバー2としてね僕を支えてくれたあのま,あまあ誠君っていうんですけどやつがいて。 で彼は今静岡なんですけどねうちの役員もやってくれつつ自分の会社もあってで非常に彼忙しいんですよねあの朝大体5時からまあ8時ぐらいには終わってるなんて言ってましたけど寝るのも9時半とか言ってましたけど <laughs> あのちょっとね変わった仕事しててでなかなか休みがなくて月に2か月に1回ぐらいかで電話をするんですけど、まあ、年間会うのは本当に1回あるかないかぐらいなんですけど。 久しぶりにいやもう78年ぶりかななんつって名古屋に来てですねで昨日一緒にあのホテル今ホテルなんですけど泊まってもう彼は今日帰りましたのであの水曜日がね一応休みらしいんですけどやっぱりまあ社長の仕事があると帰ってあのもう想像に朝7時ぐらいに一緒に。 モーニング行ってホテルで <laughs> でなんかニュース見ながら台風大丈夫かねとか言って今名古屋はですねさっきまで風強かったんだけどもう全く風がなくなったね今見る限りで雨もねだいぶ強かったんだけど今雨降ってるのかなっていうぐらいまでこれ嵐の前の静けさなのかもう台風が過ぎ去ったのか僕もよく分からないんですけど、まあ、そんな中、まあ、彼は帰っててですね一、まあ、人、えっと、ホテルに残された僕はですねちょっと動画やってないからやばいよなと思いつつ、まあ、動画やってるわけなんですが。 まあ、よくその僕は、ねそのまあ、タイプ理論とかも伝えてますしそのチームビルディングもまあ専門なので、えー、とまあ相談に乗ったりいろいろしてるんですがあの当時を振り返ると、ね、本当にその彼がいてくれたことによってあの僕が作ったあの、まあ、サッカーチームにしろ、まあ、サークルにしろ、まあ、会社ごっこですよね当時のにしろ彼がいてくれたおかげでそのコミュニティが維持されてた。 っていうの実実は事実なんですよ、ね、でその彼がねその何が素晴らしいのかっていうと、まあ、僕って昔からこ,この横着さなんですよ。もう生意気で人の言うこともなかなか聞かないしですねでなんか自分勝手なところがあってなんか思いつきで動いちゃうところがあったりだとかするんですけどそのやつはですねその僕が言うことすべてイエスなんですね。 でだからといってそのいやイエスマンなんじゃんっていうツッコミ欲しいわけじゃなくてで当然その参加メンバーはですねその僕の朝礼墓会じゃないですけど振り回されるわけですよねでの中にはやっぱり反発するやも出てくるわけですよねだけどその間に入ってなぜね今曲がりオがそんなこと言い出してんのかこんなこと言ってんのかこういうその理由があってみたいなことをこんこんと丁寧に一人ずつ反乱分子とかにですね 解いてるわけですよでそのやつのことはねその文句言うやつや嫌いなやつがねほんと一人もいなくてほんとに得意なやつなんですけどそほんとにだからねもうやつがいなかったらもうねすぐ崩壊してたと思うんですけど僕はねほんとにその彼のおかげでどんだけ助かったかだからそれからねそのいろんな人たちと何か一緒にやってったんですけどやっぱりその。 彼ののその番頭タイプというかですねやっぱりその有名な経営者著名な経営者にはねよくナンバー2っていうのその右腕っていうのが取り上げられますけどあそこはもう本当にそういうポジションがあるんだなっていうのをやっぱり彼と出会って痛感しましたね。うん。よくそのまあ僕はこれから今日独立とか何かしたいっていう人たちにいやいや あ,のある一定の規模まで社員を雇わないしそれはもう全部そのレバレッジすることによって、えっと、アドバイザーだったり機械提供者だったり出資者だったりっていうのをあの外部でつけてってでその利益が出て社員を雇えるっていう段階になるまではあの人雇っちゃダメなんだあとはもう全部レバレッジなんだっていうようなまあ教えをしてるわけなんですが。 じゃあ人が雇えるようになった時にというかその初めて雇うのが取締役なんですよ実は社員ではなくてねうんその時に、まあ、その自分を入れてまあ2人ですよねタイプが違う人間を入れなきゃいけないんですけど実はその僕と彼っていうのは非常にタイプもよく似てるんですけど あの右腕っていうのは思考特性か行動特性がどこかかかぶってなきゃいけないんです全く正反対のやつっていうのは右腕にならなくて実はあの、まあ、そんなこともねまた機会があったらねあの合宿だったり、えー、とスクールとかでは伝えてるんですけどね またちょっとそういういどうやってそのレバレッジだったりチームを、ね、作っていけばいいのかっていうのはねまた日本中の都道府県セミナーツアーが終わってからなんかそんなプログラムをリリースしたいなと思ってるんですけど大抵ですね皆さん誰かあの他人となんかやってなかなかうまくいくことってないと思うんですよね。でもっと言うと,、えっと必ず創業メンバーは分かれますっていうか分かれないとダメなんですよ。 あのステップがあってそれはもう分かれる前提なんです実はだけど創業メンバーだからといってまあその情があってとかまあ当然僕もずっとそれに苦しめられたりだとか苦しんだりしたんですけどそのやっぱりね知ってて初めからそれを前提にして組み立てていくのか知らないでそうなった時にあたふたしちゃうのかっていうのは全然違うんですねあの備えあれば憂いなしじゃないんですけど あの想定内だったのか本当に念耳に水というかですね突発的な急な出来事だったのかっていうとあの大抵のことはですそれは <laughs>、まあ、ビジネスにおいても、まあ、恋愛においても結婚生活においてもあの突発的なこと寝耳に水っていうのはなくてやっぱりその因果関係じゃないですけど日々いろんなです、ね、原因がいろいろあって、まあ、最終的にその結果につながるというかですね だからそういったことをやっぱりね知ってた方がいいなと僕は思うんですよね。あの知らない知ってるできるの法則っていうのを伝えてますんで。でちょっとフェイスブックに書いてえっとあのちょっと反響があった記事の件について補足したいなと思うんですけどあの今やっているビジネスが その価値をお金に変えるってことをやってるのが機械をお金に変えてるのがそのまあコミュニティだったり学びをお金に変えてるのかによってその学びのサイクルのですすねね一、まあ、は仮説を立てるんででよ、ね、その 4MM どの仮説なのか他人や社会のプラスやマイナスを解決するためにあのどの仮説でそいつをまあ解決しようとしているのか。 でその次にやることってのは設計図を描くつまり基本ビジネスモデルを描いたり、ね、PR だったり LTV というのを構築していくわけなんですけどあの仮説によって基本ビジネスモデル設計図決まっちゃうんですよ。商品顧客販売方法の中で仮説によってもう一番初めにえっと固定されてしまうというか決まってしまうところがあって実はそこが分からないとその後テストの時にとてもとんちんかんなことをやってしまうんですよね。 そもそもその設計図がうまく組み立てられなくなっちゃうわけですよ。で、最初は僕の動画でも言ってるんですけど、あの多くの企業を独立したいって考える人の、本当にまに8割っていうと大げさですけど、大抵自分の価値をお金に変えようとしちゃうんですよね。いやだからあの、失礼ですけど、稼げないし、儲からないし、続かないんですよ。 価値をお金に変えるって本当に尊いことなんだけどとても大事にしてほしいことなんだけどまず何かやるときに自分の価値を理解するっていうところから始まるんだけどかといってその例えば自分が本当にやりたいことや好きなことやねその 今まで経験してることだったり持っている資格だったりを使って何かやろうと思うととても大変なの時間とお金がかかるわけそれはなぜかというと価値をお金に変えるっていうのは商品顧客販売方法で商品が一番初めに決まっちゃうわけですよそうするとそこから顧客の定義付けだったりその商品と顧客を結びつけるための販売方法をどうするのかっていうことを決めてかなきゃいけないんだけどビジネスで最もお金がかかるしあの一番初めにやらなく一番初めに あのやらなければいけないしお金をかかることって何だと思いますもう過去の動画見てもらえば分かるからもうあえてここで言いませんけど価値をお金に変えればもうまさに一番初めにそこに直面しちゃうんですその問題に。でそこを多くの人が乗り越えられないんです。うん。それはねもういくつか理由がもう決まっていて乗り越えられない理由があってそれをセミナーで話して伝えたところで乗り越えられないんです。うん。だからあのー。 今やってることがねその何をベースにあのビジネスを構築してるのかっていうのがわからないと結局学びのサイクルをうまく回せないんですよねうんだから僕がね例えば企業家試合の仕事をしてる時にそれは曲がりの先生ってそのまあ子どもの時からねそういう経営とかやってて、まあ、実家もビジネス 授業していてっていっご自身も大学の時からそのまあ起業されてもう何十っていうねあらゆる業種だったりお仕事やってきてたから今そういう仕事できるんですよねってあのそれは半分正しいけど半分正しくなくて 僕はは確かにねあ経験はあります自分で言うのもあの変ですけど「はい、若造」ってなめられるのがやだかったから経験を積むしかないと思ってそのあらゆる業種ですよねあのちょっとあのメルマガにさあの風俗デリバリーヘルスとか書かれてて本当に困ったんだけど、はい、<laughs> それ見て引くやつもいるだろうと思ってですね、まあ、ただ本当にその 評価されるような、一般から評価される仕事からとか、なんか虐げられたり妨げられるような仕事から、まあ、いろんなことやってきましたよ。それこそ上場企業との取引からですね、それこそまあ個人レベルあの、双方の知った人の取引から、もうあらゆること経験してきたんですけど、それがあったから僕は企業家支援の専門家としていられるのかっていうと、半分正しいけど半分正しくなくて、僕はもっとストレートに言うと、価値をお金に変えたわけではないんですね。うん。 これ、これはすごくポイントで、実は一番初めに僕が間違えてしまった、陥ってしまったところでもあるんです。僕も一番初めは価値をお金に変えようとしてたんです。要はその、つまり自分も経験もあるし、あそういうことやってきたし、だからできるんだっていう。だけど、そ,その、それをやろうとずっとしてたんだけど、うまくいかなくて、だから途中から切り替えたんですよね。うん。で、そこから、 あのまあ、今いるところまでは登ってきたわけですよだからスタートを間違えると何を言いたいのかっスタートを間違えると目的地ゴールにたどり着けないことがあってでその間違ってんのか間違ってないのかっていうのは分かるでしょって今やってることがうまくいってないんだと全然で何か問題や壁を感じてるんだって言った時にその僕は何回も言うけど自分ではそれを乗り越えられないわけあと問題や壁だと思ってる 閉まっていることっていうのはもう新しいものの見方ではない、新しいものの見方でないと解決できないわけね。だからその時にレバレッジを使うっていうことをもっと覚えてほしいし、以後そのずっとね、それを契機にレバレッジが使えるようになっていってほしいんですけど、まああのまあ、ちょっとそんなこと Facebook に投稿してたらまあコミュニティからま質問が来てあれだとかメッセージが来てあれだとかしてたんで。 まそこのスタートですよね本当にあの、まあ、始めよければ全てよしなんて言いますけど、まあ、終わりよければ全てよしっていう方もあるんですけどあのビジネスの場合はですねあの最終的になんとかなってできたっていうこともあるんですけどやっぱりね利益が出ない計画でどんだけ頑張ってたとしても利益出ませんからあの時間とかにもどんどん失っててしまいますからあの今そういう状況に陥っているっていうのであればねそれは本当にその早めに。 あのレバレッジを使って解決してほしいななんて思ってるんですね。で、えー、っと9月の,この中盤以降はですね、えーっとまあ、シルバーウィークに秋、えー、期講座もありますし、えー、っとついにね講師養成講座っていうのもスタートするんですがまああの もしね、えっ、ー、と、皆さんのプラスやマイナスをですね、そのまま、おののの講座で解決できるんだなと思われているのであれば、ぜひね、ご参加いただきたいなと思っています。はい。それでは、久しぶりの動画だったんですが、えっ、ー、と、ま、台風ですよね、ちょっと心配ですけど、皆さん、くれぐれも気をつけてください。それでは、またいつもありがとうございます。